こんにちは、キレナルトゥーチャンネルのくんじです。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じのハーフアップ参戦です。3線とお伝えはしたのですが、やり方はほぼ同じです。ただ横の部分を三つ編みにするかロープ編みにするかねじねじにするか、ここの種類を変えて見え方の違い、仕上がりの違いだったりやり方なんかをご紹介できればなと思っています。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるってよ。じゃあまず使うものは、はい、こちらのシリコンゴムです。シリコンゴムを選ぶ際はゴムの色と髪の毛の色を合わせてだいたい近い色を選んであげるのがおすすめです。まあ、そうするとゴムが見えてしまっても目立ちにくくなります。で、私がおすすめしているシリコンゴムは PU バンドっていうゴムになります。一回使っただけじゃ切れないし量がたくさん入っているのでコスパもいいかと思います。 PU バンドで検索してもらえれば買えると思うんですけど、探すのがめんどくさいなっていう方はこの動画の概要欄の愛用品のところの URL に全部まとめてるのでぜひチェックしてみてください。あとはこちら、何でもいいので髪を留めておく用のクリップです。こちらはパッチン止めでもいいし、もうとにかく髪が留まれば何でも形や色は大丈夫です。そして最後にアレンジ前にスタイリング剤はつけてほしいので、今日はこちらルフトケアデザインワックス D とルフトケアデザインオイル D、 こちらのオイルを使っていきます。こちらは私とルフトさんで共同開発させていただいたオイルとワックスになります。まあ、必ずこれを使ってくださいというわけではないんですけど、アレンジするのにやりやすかったりとか香りとかも私がこだわって作らせていただいたのでぜひチェックしてみてください。でもスタイリング剤をつけてあげることで髪もまとまりやすくなるし、髪にツヤが出たり崩れにくくなったりするので、もうお家にあるスタイリング剤でも大丈夫ですので、ぜひスタイリング剤はつけてあげてからアレンジするようにしてみてください。以上、こちら気になる方いらっしゃいましたら、これも概要欄の愛用品の URL のところにまとめているのでチェックしてみてください。ヘアアクセサリーなしでお見せしたかったのでヘアアクセサリーは使わないです。ではここからヘアアレンジを3つハーフアップのやり方をねご紹介していこうと思うのですが、その三つ編み、ロープ編み、ねじねじっていうあの種類の技をそれぞれ使っていきますので、まあ、そちらの簡単なやり方とか簡単なこうこんな感じだよっていうのをまずお見せしてからアレンジスタートしていきます。じゃあまず三つ編みなんですけれども、三つ編みは髪を3つに分けてこんな風に真ん中と左右を交互に変えていくような編み方になります。こっちを真ん中とこっちを真ん中とチェンジ、こっちを真ん中とチェンジみたいな感じでどんどんこう編んでいくのが三つ編みで、ロープ編みは、まあ、これがロープ編みという名称かは分かんないんですけど、毛束を2つに分けてそれを交差させていく、ただただ交差交差こんな感じで、余裕がある方はこんな風に毛束をくるくるっとねじってからねじってあげることでよりふわふわ感が増したりしますね。私はなるべく基本的に簡単に済ませたいので、もう2本の毛束をどんどんクロスさせていくっていうやり方をいつもやっています。こんな感じがロープ編みで、最後のねじねじはもうこの毛束一つをどんどんこうくるくる巻いていく、これを今日はねじねじと呼んでいきましょう。こんな感じ、ただこれだけです。今日はねこの3種類のやり方を使ってハーフアップをやっていきます。じゃあまずは三つ編みのアレンジをご紹介していきます。まずスタイリング剤をつけていきます。この工程は3種類全部共通になりますので1回だけご紹介していきます。まずは全体的にツヤ感が欲しいのでワックスとオイルを1対1で出して混ぜたものを毛先中心につけていきます。今日はハーフアップなので全体的にガチッとワックスだけでまとめるっていうよりかは毛先の方はこう下ろしている状態になるので、どっちかっていうとやっぱツヤが欲しかったので今日はワックスとオイルを混ぜています。今日は耳前の髪を後ろでまとめていきますので、ここだけワックスをつけて崩れにくくしていこうと思います。
ワックスを手に取って、大体でいいので、耳前くらいの髪の毛にワックスをつけていきます。耳前で髪を分けます。左右どちらからでも大丈夫です。三つ編みをしていきます。この時に前に向かって編んでいったりとか、上に編んだり真横に編んでいっちゃったりすると、三つ編みを後ろにした時にここがボコってなってしまうので、腕は大変ですが必ず後ろに向かって頑張って三つ編みをしていってください。この後ろにやっていくっていう作業は、ねじねじもロープ編みも全て共通しているので、基本的に後ろに向かって編むようにしていってください。三つ編みを仮止めしておきます。どこでもいいので止めておいてください。では反対側も同じ作業をしていきます。耳の前で髪を分けます。後ろに向かって三つ編みをしていきます。ゆるく三つ編みするよりはギュッギュッと編んでいって、後からほぐしてあげた方が崩れにくくなるので、しっかりと編んであげましょう。毛先まで三つ編みができたら、毛先を持ちながらピンを外します。ここの後ろのだいたい縛りたいところの髪の毛を少し分けます。で、三つ編み2つとさっき分けた髪の毛3つ一緒にまとめて縛ります。くるりんぱしていきます。真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通します。毛先を2つに分けてギュッと締めてください。ほぐさないとこんな感じです。ほぐしてみましょう。髪がまだ短い方はほぐしすぎると毛先がぴょんぴょん出てきてしまうので、大胆にほぐしすぎないようにだけ気をつけてみてください。片方の手で縛ったところを押さえて、もう片方の手でほぐしていくという感じになります。下を下に、真ん中を真横に、上の毛束を上に引き出してあげると立体感が出るので意識してほぐしてあげてみてください。そうするとこんな感じで完成です。なるってよ。はい、じゃあ次にロープ編みのアレンジをご紹介していきます。スタイリング剤はつけた状態です。耳前で髪の毛を分けていきます。毛束を2つに分けます。後ろに向かってロープ編みをしていきます。毛束を交差して交差して、それを繰り返していきます。これもギュッギュッと締めながらやってあげてください。ピンで仮止めしておきます。反対側も耳前の髪を分けます。2つに分けてロープ編みをしていきます。必ず後ろに向かってロープ編みを強めにしていってあげてください。仮止めしているロープ編みの毛先を持ってピンを外します。縛りたい位置の髪の毛を分けて、ロープ編み、ロープ編み、さっき取った毛束を一緒にまとめて縛ります。
くるりんぱしていきます。真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通します。毛先を2つに分けてぎゅーっと締めてください。ほぐさないとこんな感じです。片方の手で縛った部分を押さえて、もう片方の手でほぐしていきます。ゴッてしている部分を少しほぐしていってあげるっていうのがいいと思います。好みや髪の長さによってほぐし具合って結構変わってくるので、ふわふわにしたい方だったらたくさんほぐしてあげて、こうシュッとまとめたい方だったらあんまりほぐさないでやっていくのが可愛いかなと思います。ほぐしてみるとこんな感じです。なるってよ。ではネジネジのアレンジをご紹介していきます。最後のネジネジだけちょびっと工程違うんですけど、まあ大体一緒なのでご安心ください。スタイリング剤はつけてある状態です。耳の前で髪を分けていきます。今回は反対側も分けてしまいましょう。毛束が2つできたら、それを後ろに持っていきながら人差し指を使ってネジネジしていきます。この時も頑張って後ろに向かってネジネジしていってください。この縛りたい位置の髪を分けて3つ一緒に縛ります。くるりんぱしていきます。真ん中に穴を開けて毛先を上から下に通します。毛先を2つに分けてギュッと締めます。ほぐさないとこんな感じです。こちらもほぐしてみます。三つ編みとかロープ編みよりも、少しこう崩れやすいというか頑丈ではないような感じのアレンジにはなるので、ほぐす際は少し気をつけながらほぐしてあげてください。で、少し緩んできたなと思ったら、縛ってあるところの毛先を2つに分けてギュッと締めながらほぐしてあげると、しっかりこう止まってるなというふうに感じながらほぐすことができます。ほぐしてみるとこんな感じで完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。3種類比較するとこんな感じでした。基本的に3つともガーリーにはなるんですけど、三つ編みの方がよりこう可愛らしい感じで、ネジネジだとシュッと収まるので綺麗めな感じに仕上がるかなと思います。後ろでまとめるやり方さえ覚えておけば、横のところの髪の毛を何にするかを考えていただければ、可愛い系から綺麗めまで合わせられるアレンジになってくると思うので、ぜひこの動画を見ながら練習していただいて、ハーフアップ3種類マスターしていただけたら嬉しいです。ちなみに今日は全体的にウェーブ巻きをした感じの髪になります。もう少し髪が長い方だったらコテで巻いてあげても可愛いし、私みたいにこのくらいの微妙な長さの方だったら巻くのが難しいと思うので、ウェーブ巻きとかでもいいと思います。で、巻くのがそもそも苦手っていう方だったら、まあ、ストレートよりは毛先を内側とかに巻いてあげた方がこう全体的な雰囲気として可愛くなると思うので、毛先だけでも内側とかに巻いてあげるのがいいかなと思います。ぜひやってみてください。はい、というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。
バイバーイ。あー、鼻がダメだ。